始まりました。遊戯王ニュースの番組へようこそ。今日は遊戯王の誰でもわかるニュースをお伝えしに来ました。何ですかこのコーナーは。まずはじめにこちらのニュース。サンダーボルトが15年ぶりに復帰。そこ来月の4月1日から適用されるリミットレギュレーションが公開されました。リミットレギュレーションって言わないで。リミットレギュレーションって。遊戯王はこれまで発売されたカードは基本的に全部デッキに3枚入れられるんですね。わかる。ただし禁止、制限、純制限と設定されたカードはそれぞれ0、1、2枚しかデッキに入れちゃいけないんだ。わかる。強すぎるカードやコンボパーツは規制されてしまうんだ。その禁止、制限、純制限をどのカードにするかを決めているのがリミットレギュレーションなんだ。リミットレボリューション違うね。そして今回の改定で禁止カードから帰ってきたのがサンダーボルトなんだ。お帰りなさい。そしてそのサンダーボルトがスターターデッキに収録されてるんだ。そつまり、うん、すごいってことなんですね。次のニュースです、はい、デュエリストキングダムごっこが開催。遊戯王の漫画読みましたよね。読んだよ。大体は読んだかも。スターチップわかります？うーん、デュエリストキングダムわかります？お前読んでねえな。靴にね、雲入れてるとこまでは読めましたね。お前それ序盤しか読んでねえよな。しかもな、サソリなんだよそこは。サソリだった。お前カードゲームまだしてない頃のとこまでしか読んでねえな。この度、はい、5月に何デュエリストキングダムごっこが開催されます。何開催されちゃう。なんとね、廃校を貸し切って、うん、配布されるカードを使ってスターチップをかけてね、うん、学校内どこでも誰とでも自由にデュエルをするイベントなんだ。楽しそうですね。昔遊戯王をねやってた人こそ、うん、楽しめる内容となっております。なるほどね。現役じゃなくてもね、うん、ルールを知らなくても楽しめるんですよ。そしてなんと、はい、オメシスもなんと公認宣伝 VTuber として任命してもらいました。イエーイ。宣伝していきたいなと思ってます。そうですね、うん、大会でね、うん、使うデッキもお借りできることになったので、うん、リオちゃんとのね対戦動画も今度アップしたいと思います。リオでもできるんですか。できるよ社会、うん、最後のニュースです、はい、なんとデュエルディスクが予約開始。あなた知ってるわよこれ。私あなたのツイッターいつも見てますけど、この前2枚買ったってツイートしてましたね、うんうん、1枚2万円って、うん、2枚で4万円ってことでしょ、ね、やめろその顔。またぶりっこしてみんな可愛い顔言われたいんでしょ。だからその顔してんでしょこいつ。あまぶりっこばかり。でもこれデュエルで使うんですよね。しかしこちら新マスタールールで追加されたエクストラモンスターゾーンがねないので、デュエルにはねちょっと向いてないかもしれませんね。なんで買ったの。なんで買ったの。あ、レイちゃんこれつけてデュエリストキングダムごっこに行くんじゃないんですか。チッ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 チじゃねえ。リオ、今の言葉、お前は2つのミスをしているぜ。な、1つ目、このデュエルディスクの発売日は11月なんだ。そうなんだ、そうなんだ。2つ目、デュエルディスクが使われたのは、うん、デュエリストキングダム編ではなく、うん、バトルシティ編なんだ。どっちでもいい。ちょっとね、最後の最後に見てください、これを。何これ。例のね、デッキなんですけど。なんでウィッチクラフトをね、組んだんですよ。何あんた、うん、なんでこんな唐突にあなたのデッキを今見せているんですか。最後ね、最後で。動画に出せばオメシスのね、経費
気にね、なるかなと思ってね、うん、やべえやつだー、やべえやつ。